強調だって雨上がりの良い月ではないか。さればこそです。雲一つない晴夜、明け方にかけ大いに冷え込みましょう。風もない。このような時は霧が出やすくなります。 雨の後であれば、なおさら。川中島のあたりでも数日は同様でしょう。見通しが悪くなります。そうなれば、兵を動かすのにも支障が出るか。そのために、いらぬ犠牲を。はい。上杉との大戦、なお一層の用心が必要です。<笑>初陣を前に、 緊張しているかと思えば可愛げのないですか。まったくだ。せっかく激励してやろうと思った私の心遣いが台無しだな。恐れ入ります。だがそれでこそ父上が目をかけた真田正幸、私が友として頼みとする男だ。<笑>もったいないお言葉です。 できることなら、私もお前と共に初陣を迎えたかったが、いずれ然るべき戦が用意されましょう。そうだな。武運を祈るぞ正幸。父上を頼む。この月、上杉にとっての今日にしてみせましょう。 申し上げます。 第1章乱世。
永禄4年秋、時は戦国。信濃の地をめぐって激しく争いを繰り返す甲斐の武田信玄と越後の上杉謙信は川中島で4度目の対決を迎えようとしていた。ここに武田家臣真田昌幸は初陣を迎える。 これは正義さ。見回りを続けます。
良い武器は良い鉄から。良い品が入っております。お目が高い。ご武運を。すでに勝ちは見えておる。海津城に物資を輸送するため北の関まで。わしもお供します。くせ者が出ても蹴散らしてやりましょうぞ。いいね。愚策である。
なんだと。物資の輸送ご苦労だったな。きちんと届くか心配だったが。心配をかけたようですまなかったな、摩擦。ここから先はよろしく頼む。任された。大丈夫だとは思うが、帰りも気をつけろよ。
いかがした？やりました。良い武器は良い鉄から、良い品が入っております。良い出来です。良い出来です。ご武運を。おお、承知しました。見事。良きかな。見事。見回りを続けます。そうか。出陣いたそう。すでに勝ちは見えておる。
夜明けまでに西女さんを攻め落とし、剣心を八幡原に誘い出すのだ。上杉の偵察兵だな。砦に我らのことを知らされては困る。若、夜は周囲の状況が見えぬなど、昼間の戦とは勝手が違いますぞ。若、戦の終わりには定められた時刻というのがございますぞ。承知の上だ。時を逸しては大事をなせぬ。戦の潮目を読み誤らぬようにせねばな。偵察兵がいるな。この奥が最後の砦であろうが、いささか脆すぎる。大女さんに陣取る剣心を我ら別動隊が攻撃。そうすれば敵は必ず山を下る。そこを山裾の八幡原に布陣した信玄公率いる本隊とで攻撃する。それが軍師山本勘助様が立てられたこたびの策だ。我が術中である。ひつつきは火を叩いて虫を出せよ。なるほど、それでキツツキ戦法。わが、剣心の姿がどこにも見当たりません。これは親方様が危う。急ぎ本陣に戻るぞ。勝利条件変更。開門。夜は暗闇に乗じて忍者など特殊な兵が襲ってきます。お気をつけくだされ。忍びは見つけ次第倒すのだ。妨害を受ければ後続の進軍が遅れる。通達、警戒を厳密。これでお味方の進軍も速やかに行えますな。どうか皇坂様にご報告を。それでは間に合わん。思っていたより早かった。我らの追撃を見越して兵を残していたから、やはり剣心は先に山を降りていた。Shinano を追われた屈辱忘れはせぬ。怒りに任せて策もなしに攻め寄せる。だからお前は敗れる。こたびもな。日が出れば敵の士気はますます盛り、本陣へ行くことも難しくなりましょう。夜明けまでにどれだけの距離を稼げるか、それが勝負の分かれ目だ。
働きなど自慢にならん。ここまではたやすい。進軍できよ。さすが献身校の読みは正確。ここで待ち伏せして当たりだった。お前がしんがりか。ならば献身は近いな。
すでに勝ちは見えておる。 囲まれちゃったね。海津城まで一時引きたいところじゃが。 何としてもお守りする。それだけが勘助様の覚悟に報いる道だ。
柿崎の隊を少しでも叩いておけば勘助様の助けになったようにし見えている。打ち取ったり、聞かせていただこう。ズバ働きなど自慢にならんぞ。柵が破れた無念さから突っ込んでくるか。山本勘助、そこが知れたな。何とでも言うがや、親方様を生かす、これが勘助最後の策よ。敵将を討ち取った。これほどとはな。ここまではたやすいな。手を焼いた挙句、この始末か。この死地を脱すれば、兄上は必ず巻き返す。何としても守り通してみせる。このまままっすぐお逃げください。どけ！人たちも及ばぬとは。
性が多すぎる。不甲斐なき我が身よ。水素上昇楽しめ。足止めも果たせず。無念。手打ち払わん。のこのこと現れたのが運の尽きよ。人間覚悟。やることに卒がないの。そろそろ日が沈む頃はよ。夜は周りが見えにくい。気をつけな。天下無双とは大げさなことだ。敵将討ち取ったり。Masayuki, Nobukado's 救援に向かってくれぬか。では先行いたします。Kenshin が迫っておりますので、ご用心ください。ここまではたやすい。資料の深いものの藤だね。日が落ちた。我らに残された時間はあまりないぞ。できれば巻き返せるはず。開門。よし、海津城が見えた。この二打を何としても運び込むのだ。出せるものか。この二打は上杉がいただく。足止めなどさせん。早々に蹴散らしてくれ。唇したか。礼を言うぞ、正幸。勘助様、信繁様まで討ち死にされました。信門様まで失うわけには参りません。自慢にならん。大切な忍だな。すでに遅い。ここまではたやすい。
急ぎ城内へ。犠牲は大きかったですが、親方様さえご無事なら反撃も。そう、じきに啄木鳥部隊が戻る。戦はこれからだよ。